はい、ラピー TV です。本日は Windows 10に搭載されている標準のアプリ Paint 3D をご紹介したいと思います。これ、ご家族みんなでね、楽しめるアプリとなります。では、早速見ていきたいと思います。スタート画面にカーソルを持っていて左クリックです。そして、Paint 3D を探します。はい、出てきました。そして、左クリックすると、Paint 3D が起動します。そしてどうするかと言いますと、最初はこの画面が出ると思いますので、新規作成を開きましょう。はい。するとこういったね、キャンバスが出てきます。で、どうするかと言いますと、今ブラシのところになってますよね。これをキャンバスを選んで、はい、サイズを自分の好きなサイズに縦、横をドラッグ&ドロップで伸ばしましょう。ここピクセル数が出ますよね。縦、横、幅とね、高さで変わってくると思います。今高さが動いてます。ピクセル数が変わっております。で、このピクセルのとこをクリックしますと、パーセントにも変えれます。そしてここ数字を入れると、お好きなピクセル数に打ち込むと、入力すると、幅、高さを変えることができます。で、ここがキャンパスの表示する、表示しない。ここはオンにしときましょう。そして透明なキャンパスを選びたい場合は、ここをオンですね。わかりますか？ここで切り替えることができます。そしてこれはね、回転ですね。回転。そしてこれも、はい。これは絵を描いてもらうと、左、横、右、左と変わるやつですね。はい、では早速やっていきたいと思います。今日はね、これだけある中のブラシ機能でまずお絵かきのことからご説明していきたいと思います。まずね、こちらペンがこれだけ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 とこの塗りつぶしっていうのがあるんですよね。その中のマーカーの中のこちらマーカーをまずクリックして、どんな色になるか、色はここでパレットで選択します。まずこのインディゴという色にしときます。そしてちょっと見てみましょう。はい、横線引いてみました。こんな感じです。で、太さをこれで変えれます。いいですね。2本目の太さ、はい、大きくなりました。もっと大きくしたいときは58ピクセル、こういう風になります。はい、で、光沢とか艶消しとか、今光沢になってますよね。これがくすんだ金属にしてクリックしますと、これくすんだ金属でこんな感じで出てきますね。そんな色、若干の違いだから分かりにくいと思いますけど、この色が光沢とか選ぶことができます。はい、今光沢がかったので出てきております。はい、そしてこちらのペン、これが仮グラフィーペンというやつを選びます。太さこれですね、15ピクセルで三角を描いてみましょう。こんな感じです。はい。で、大きさをもう少し変えて四角を描いてみます。こんな感じです。色も自由に変えることができます。パレットを選んでもらえば四角ですね。はい、こんな感じで作ることができます。そしてこれが油性のブラシといった感じで、油性のブラシをこの色に変えて、まあどんなものかというとこういう感じです。はい、油性タッチのブラシになりました。そしてこちら水彩画、水彩画を選ぶとこんな感じです。はい、水彩画です。ここですね、水彩画の感じが出ます。そしてこちらがピクセルペン、ピクセルペンを選びますとこんな感じですね。太さをもう少し大きくするとこういう感じ。これピクセルペンとなります。太さはここで変えますよ。はい、で、これが不透明度です。いいですね。不透明度っていうのはちょっと大きめにしまして、色変えましょうか。赤にしてこうやりますと、不透明度が最高の場合は一番濃い色、不透明度を下げますと、はい、こんな感じで濃さが変わると、だんだん薄くなっていくといったものの使い方になります。通常100%、これで濃さをコントロールできるといったものになります。そして続いて鉛筆です。ペンシルで描くと、今度はペンシルタッチの、はい、黒でしましょうかね。
こんな感じでペンシルの漢字が出ます。はい、これがペンシル。そして消しゴム、消しゴムを使うとこういうふうに消すことができます。はいですね。そしてこちらがクレヨン、クレヨンタッチの、はい、漢字の今黒でしておりますけど、はい、が描くことができます。そして最後にスプレー缶、スプレー缶でスプレーしたような、はい、文字通りスプレーの感じが出るといったものになります。こんな使い方ができます。今やってるのがブラシというところを選んで、キャンバス、キャンバスを選んでブラシでこういうふうにしてます。でここ表示も自由に大きさを変えることができます。いいですね。はい、こんな感じです。そして最後にここ塗りつぶしというのは、この中を選んで塗りつぶしを選ぶと、はい、赤にしましょうか。こんな感じで変えることができます。でこれを選んで黄色、そして緑、そして黄色としましょうか。こんな感じで簡単にこれが塗りつぶしというものです。色もね、すべて塗りつぶすときはすべてをすると一気にこの色に変わります。側面角度とかいうふうに使えますので、ぜひいろいろやってみてください。でこのパレット以外で作りたい場合は色の追加を押して、ここでね選択して自分の好みの色を追加してください。あとは OK を選ぶといった具合になります。まあざっとね大まかなとこだけを言ってますのでね、分からなかったらまた聞いてください。そういったわけで、そしてこの履歴というのは、履歴の今一番右まで行ってますよね、バーが。履歴をクリックするとこういう風なバーが出てきます。この履歴ぐーっと戻しますと過去に戻ります。そしてずっと行きますと最後のところに戻るといった使い方ができる便利な機能です。履歴機能といったものになります。はい、これが履歴です。はい、こんな感じですね。履歴が自由にこのスライドバー履歴で出てくるようになります。そしてさらにね、まあ皆さん知ってる方もいるとおられ思いますが、元に戻すでずっと戻っていきます。1回クリックごとに元の位置に、好きな位置に戻すことができます。で保存しない限りね、それは大丈夫です。やり直し、はい、でこれで出てきます。逆にこんな感じで、わかりますね。失敗しても楽しく描ける、はい、こちら今日はブラシのご紹介をしました。まあこれから先ね、何回かにわたってサムネイルを作るところまでやっていきたいと思いますんでね、Windows 10、7からなった方で Paint3D まだ使い方わからない方はぜひこれを使ってみてください。すぐに覚えることができます。もっともっと面白い機能がこの辺 3D とかステッカーとかにありますので、まあ、次回から時間がありましたらまた投稿していきたいと思います。今日はブラシの使い方とここの説明をいたしました。ぜひ皆さんもこちらを使ってみてください。今日はスリット3D のご紹介でした。ではまたです。さよなら。